ありがとう生態の平野です。東京生態塾が、いよいよスタートして、まあ、2名の方とね、一緒に、やることにさせていただきました。そして、まあ、どうしてね当院をこう知ったんですかっていう質問に、2人ともが本当に偶然、まあ、この脳幹クッションをね検索していたら、まあ、私の、YouTube ブログに、たどり着いたということで、面白いということで、施術をね受けていただき、勉強してみようという形で、来ていただきました。もう一人の方はね、まあ、これ、私は脳梗塞になった会期外の時にねお客様が、くださったんですけども、まあ、脳幹クッション今、まあ、2年待ちぐらいだそうなんですけども、それをねもらえる先生は信用できるのではないかということで、整体塾を、ご希望していただきました。まあ、そこで、まあ、この脳幹がすごく必要、あの脳幹がねとても狂わされている現代人にとって、まあ、脳幹調整もすごく必要なんですけども、それとともにですね、私が最近言っているスマホ、パソコン、テレビを見る時のこの目線ですね、眼球の動きで、これがいつもいつも同じような方向にねじってしまう、まあ、明かり強い光をね、明るい光を浴びた時に必ずあの神経反射的にこう避けるんですけども、それが今日明日、あ今日はこちら、明日はこちらというふうにはしないで、いつもね偏った使い方も眼球がそっちに使う癖ができてしまう。つまり、この頭の中を眼球が視神経で X で貫いてるんですね。交差している、そこに、まあ、脳幹、まあ、脳下垂体とかね視床とか視床下部があるとしたらですね、毎回毎回それを同じようにねじってしまう、ですから今のこの、スマホパソコンをねすごく使う時代において、脳幹クッションもすごく大事なんだけども、この目線の矯正というものをしないと脳幹クッションに乗って、鍛えても鍛えてもですね、またまた見て見て見てまたねじるねじるねじるという動作をしてしまう、これがね非常に重要かなというふうに思います。もともとね私もあのこの脳幹クッションの先生ねすごく尊敬していて、まあ最終的には、姿勢をね戻していって緊張を取ることによって脳幹がねしっかり、まあ、動くというか脳幹に緊張を与えない整体をねやってきたんですけども、この、1ヶ月一番大事なところがねじれているというね、まあ前から分かっていたんだけど調整の仕方をこれで見つけて今ね本当に面白い施術法ができたと思っております。まあ整体塾の学んでもらうこともね募集してますけどもね、今のこのスマホ社会、スマホ中毒、スマホ依存症の社会においてこの目線、眼球の動きの癖の矯正はね非常に必要になると確信しております。ぜひね、まあ、一応愛知県そして東京でもやってますので、受けたい方はですね、興味のある方はですね、また検索して、当院の施術を受けに来て、そして、気に入ってもらえたらですね、もう本当これ世界に唯一なので、この生態を勉強してみたいという方はぜひ募集しておりますので、よろしくお願いいたします。